言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。ウォーターフォールマーゼルの、パレードっていうアルバムが出るわけで、ウォーターフォールが先行楽曲として配信がされると1月の後半ですよね、29日かな。でそちらに関してティザーが上がってますね。はい。でこれだけではなく、結構供給がえげつないことになってて、ミューズの皆さん、これね、2024年マーゼルガチでこう勝負かけてきますよ。当然マーゼルの8人もそうだし、あの BMSG のスタッフもそうだし、スカイハイもそうでしょうね。いやもうだって今の段階でサムネにはしたと思うんですけど、あるいはここにも貼ってあるかもしれませんが、エンティームとの、エンティーム学園の方に出たという形と、で多分ねこの動画撮ってるのが15時過ぎてるんで、エンティーム学園のテレビ放送自体は多分この動画上がる段階でもう終わってるはずだから、 Hulu とか TVer でも上がってくるはずですよねっていう形もあり、でそれから本日1月20日に関しては、今ちょうど PC に映ってるんですけど、21時にマゼ部屋があります。マンションゲームマーゼルルームマゼ部屋っていうことで、マンションゲームマンションズソータジュノンなはずはないよね多分ね、私もこのいろんな YouTuber やゲーム実況者を見るので、多分聞いたことあるんで、見れば思い出すと思います。はい。彼らはね、結構ゲームやると面白いと思うな。BE:FIRST は多分ね、ツッコミ役がいないからわちゃわちゃしてわけわかんなくなりがちだったりするけどね、トッポギパンツがね、今でも私は頭に残ってますよ。まあでも、ゲーム企画も面白いですけどね。うん。まあ、マゼペアがありますっていうことと、ですね。まあ、そうだな、ちょっと先に忘れちゃいそうだから、ティザーちょっと私がリアクションさせていただきます。15秒だから何回も何回も聞いてそれでやると思う。で、まあ耳でやってね。で私はその前の動画でも出しましたが、ウォーターフォールビートワックスボリューム2でね、直に聞くことができておりますので、その感じで、ただ結構本当に私もね、やはり聞いたんだけども、やっぱ一回ね、いきなり、マジ新曲やんのみたいな感じになった上で、あ、用意できてないんだけど、的なことになった上で弾いたから、やっぱりなかなかね、覚えてるとこ覚えてないとこあって、あと、動画でも語りましたが、左側から見てるんで、コレオグラフだったりとか、全体を見れてるわけじゃなく、あと多少ね、多分ね、音響のマイクの感じが少し飛んだところとかあって、それはライブでは付き物だったりはするけど、だと思ったんでね、だからそれも含めて、ティザーまだ見てないんで、たっくんがね、だいぶやばかった記憶はあるんだよな。うん。セイトくんが囁いた記憶もあるんだよな。うん。っていうね、ことなんで、ちょっとティザーでどのくらいまでいくかわかんないですけどね。ちょっととにかくね、リアクションっていうか見てみなきゃわかんないんで、リアクションさせていただきます。アイキャッチ後に行きます。じゃあ参りましょう、アイキャッチ。はい、じゃあ参りましょうかね、行きます。はい。アラビア？アラビアな、音ちょっとでかい。音ちょっとでかい。終わった。そうよね。ティザーダウンな。13秒じゃん。やば。ちょっとこれ一回じゃダメだね。うん。ちょっと、あれだな。まずね、シルエットが出てるんだけど、部屋みたいなとこにいて、ちょっとホラーテイストな感じがする。8番出口っていうね、ホラーっていうか、ちょっとその探索ゲームが流行ってるんですけど、そう、同じところをずっと来てしまうみたいな、その不思議空間みたいなね、感じですね。これ不思議空間ですね。これだ、私が聞いたであろう、このオリエンタルな感じの、楽器。日本の楽器ではないのかな？アラビアって、でも最初に俺アラビアって言ったから、でもね、アラビアっていうかインドとか、でもね、多分オリエンタルというか、東洋ですよ。アラビアは東洋じゃないか。あの辺どうなんだろう。とにかく東洋ですね。インドかアラビアかって感じですかね。どうなんだろう。ダン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 。あれだな、なんか
一種類じゃないのかな楽器ちょっとね、ダンスコレオがあって最後にちょっとこうね、ささやき声みたいなラップっぽいのが入るから、トラックがね、だんだんこれてったてんてらてんてららららら、弦楽器系言ってんね、なんかの弦楽器わかんない、シタールとかシタールってありますよね、かなぁ、いやでもなんだろう、結構だからコレオもこの、いやこれあもうだって夢木さん最初のちょっと動いただけだけどやばそうだもんコレオダンスやばそうだもん、いやこれはね、そうっすね。でまぁ、ちょっとだからコメント今ちょうど見てますけど、あでもやっぱりアジアとかインドみたいな感じのとか、あのエスニックっぽいようなオリエンタル風のような、でも日本風日本っぽいようなみたいな感じとかね、そんなのでもまあ基本やっぱりアジアですよね。これはだからヨーロッパやアメリカではなくアジアでございますよ。いやオリエンタルというか、まあエイジアンポップと言いますかね、スカイハイもはじめとしてアジアからの世界にっていうところをまあやってるわけで、ただこの感じの音質でやるとそれこそね、アジアでライブとかするってのを言った時にいろいろやりやすいんじゃないかなって気がするけれどね。あそうだな、そうあのね、そうそうそう、だからねこの感じが急に会場でそのビートアックス流れたのだから度肝抜かれた記憶あって、あれ俺今マーゼルのライブ見てるよねっていうようなそんな感じ。てん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 、なんかねそうウォーターフォールって言ってるのはわかる、その前ちょっと聞き取れなかったけど、いや楽しみっすねこれね、1月29日デジタルリリースで、その1月29日にミュージックビデオもリリースということで、まあ今日が20日なので9日後ですよね。そんで3月20日にフィジカルリリース、まあパレードが出るということでしてございますね。いや、まあ、ちょっとこれもね、皆さんもこのぜひティザー貼っておくので皆さんの感想もお聞かせいただければと思いますよ。ちょっともう一回聞こうかな。なんだろう、あのねこう変な意味じゃなくて、このなんかインドっぽさっていうかオリエンタルっぽさって、これでなんだろう、このこうあとマインドコントロールされてくる感じちょっとするな。これは危険楽曲かもしれないですね。まあそんなことでございました。はい、じゃあそんな感じです。はい、というわけでティザーの方のね紹介もさせてもらいましたけど、情報がいくつか入ってますね。もう知ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、マーゼルのホームページで結構予定とか見ることできますね。はい、ちょっと私も予定とかをね出したりするのがあまり最近できなくなってたんですけど、公式のやつが結構充実しているようなので、今はこれを見るといいんだろうなと思いました。はい、なのでマーゼルの公式が出してるスケジュールのやつがあって、メディアのところに、2月22日、ビビ4月号に今出るっていう、これツイッターでも見たんでね、それは知ってるんですけど、まあそちらの方で雑誌の方でネクストイケメン特集みたいな感じで出るという形でありましてね。でそれからウォーターフォールの話もニュースの方で、マーゼルのニュースの方でありますね。であれか、あちょうどいろいろまとまってていいな。マーゼルファーストアルバムパレードのご予約はこちらっていうのと、すべてのユニバーサルミュージックストア、アマゾン、楽天、セブンネット、ロッピー、タワレコ、もろもろ、いろんなところでの、はい、特典が全部書いてあります。はい、こちらもいいですね。で、そう、これ気になったんだよね。スペースシャワー TV、ケーブルテレビというか CS のね、スペースシャワー TV の、ショーケース。スペースシャワー TV プレゼンツマーゼルザショーケース。サポーテッドバイ J.com 開催決定ということで、これはマーゼルとスペースシャワー TV がタッグを組んで送る一夜限りのライブっていう形で、
3月26日豊洲ピットで開催決定ということでございます。はい、3月26日ね、あの豊洲ピットと言いますと、まあスカイハイもねそうだし、アイルザショーターもそうだし、あのそれにショーケースなんかもやったりとか、私もソロアーティストショーケースを豊洲ピットで見たし、スカイハイも豊洲ピットで見たし、なんか豊洲ピット結構行ってますからね。はい、ここであのやるっていうことで素晴らしいですね。そう、あのね BSG アーティストは豊洲ピットからガンガン上に行くっていうパターンが多いので、マジでもこれ行きますよね。で、2024年3月26日火曜日、会場18時、開演19時予定で、あのスタンディング7,800円、ということになっております。ということで、そうっすね、これ貼っとけば、これ概要欄リンク貼っとけばいけんな、これ。はい、あ、はい、いいもん見つけた。というわけで、ちょっとね、ニュース関連のマーゼルのホームページのやつがあるけど、これあのもろもろリンク貼っときます。で、もちろん先ほどのウォーターフォローのティザーも貼っておきますんで、ちょっとそちらでチェックしていただければと思ってます。はい、で、まあ忘れずにっていうところで、20日、まあ見てるタイミングにもよりますけども、出てるかもしれないけど、あのなぜ部屋あるんで、マンションゲームやるようなんで、そちらの方もチェックっていう感じですね。いや、結構供給量えげつなくなってきますね、これね。うん、だって、あの、あれですからね。マーゼルショーケースは出ていないけど、ダンクショーケースの方でダンスはしたっていうところで、2日目ですよね。トラビスジャパンが出る方のやつでも出てるから、いや、えげつないね。うん、いい感じですよ。ということで、まあ、ちょっと、そんな感じで、ぜひぜひ、あの、マーゼルの情報などチェックをしつつで、ミューズの皆さん、ここがね、本当に勝負時ですから、私もできる限り協力させてもらうんで、楽しく戦ってまいりましょう。戦う、うん、言い方よくないかな。あの、そういう意味じゃないですよ。そういう意味じゃないですよ。そうそうそう。言葉に気遣うよね、本当にね。うん、皆さんもそうだと、もう大変ですよね。うん、はい、あの、まあ、とにかく、あの、勝負時なんで、そういう感じで、行きましょう。はい。はい、で、私はいろんな動画を撮っていますので、タイトル、サムネイルで興味あるものございましたら、ぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますように、チャンネルの登録をお勧めいたします。では、失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、マシカとの語り部、グランパンパースでした。